食べた餌でその緒が膨らんでいることが外見からもわかる、赤製イ,インコのオソヤドリからその乳を与えられている、フラミンゴの若鳥鳥類の消化器官。その緒は4番で示されており、消化管の入り口付近にあたる。その緒は、消化管の一部分で膨らんだ形状をしている上に管壁が厚くなっており、消化に先立って食べたものを一時的に貯蔵しておくための器官である。ノートも表記する。 カタツムリなどの複足砂、ミミズ、ヒル、昆虫、鳥類など多くの動物に見られるほか、恐竜にもあったと考えられている。蜂の仲間では、花で吸った蜜を一時的に体内に蓄えておき、妻で運ぶ。スズメバチでは、餌をそのおに蓄えておき、吐き戻しによって幼虫に与える。アリも同様であるが、その尾を発達させて、 食料の貯蔵庫としての機能を果たす個体があるなど、個体ごとの機能文化が見られる種もある。鳥類では、消化管の食道化喉の,の近くで管壁が筋肉質になり、膨らんだ形状になっている部分がある鳥類のすべてが、砂能を持つ。一方、その尾についてはこれを持たない種もある。鳩目めでは、その尾でその尾乳が作られる。これは、孵化したばかりのヒナに与えられる。また、 食べた餌をしばらくその尾に保持することで、水分により食べたものを柔らかくし、それを吐き戻して、ひなに与える。ハゲワシなどの死肉を食べる種では、餌が大量にある時でもできるだけ多く食べるため、その結果、その尾が大きく膨らむ。その後、睡眠するか動かずにいることで、消化を妨げないようにする。猛禽類では、ハゲワシを含めてワシ。 鷹などにはそのを一つ持つが、フクロウはそのを持たない。課金では、鶏にはあるが、ガチョウにはない。ありがとうございます。